ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルのちょっとメガネくん持ちません、タチジュンです。よろしくお願いします。3月1日ですね。3月マーチですよね。一品ちょっとね、あの昨日もサボっちゃって、ちょっと仕事も忙しくてですね、まあ忙しいな、暇なんだけど忙しいみたいな、お金にならないことばっかりやってますけどね、はあって感じで、まあいいんですけど、まあ、あのウクライナのねことでもう毎日、あと石油が上がったりとかですよね。あと何があったっけな、今週いろいろと、 あと茂木健一郎先生のあの YouTube で、僕の実家あの中村公園、名古屋市の、ね、中村公園ってあるんですよ、駅の西側、僕そっち側の出身でですね、でその公園があるんですけど、茂木先生結構気に入ってくれてみたいな、名古屋駅からね本当に近いんですよ、歩いて行ける3キロもないと思うんですけど、茂木さん3キロって言ってたけど、中村公園自体ねそんな電車でも 2,3 区間だし、で昔は本当にすごい荒れ果てたエリアだったのに、今本当過疎化で人いなくてね、公園もすごいなんつうの、100年ぐらいもう続いて、100年以上は続いてると思うんですけど、いろいろお祭りとかあったり残ってるんですよね。あのなんていうんですかね、開発がされなかったので、あのいろいろ残っていて、まあまあね、本当やんちゃな子たちが多かったエリアなので、名古屋駅も近いしね、いろいろ人種差別だったり、あのまあただ僕はやっぱ地元ということでやっぱ好きですし、そのまあ、治安とかね、その町は別に寺が多かった神社多いんですけど、まあその普通のいわゆる東京の下町みたいな瓦屋根がいっぱいあるようなね、マンションもあるんですけど、だいぶまあなかなかね、こうなんか地の人が多いというか地元の方が多くて、まあお祭りとかもいろいろあるんですけどね、あのでなんか茂木先生がこのトラディショナルパークとか行って、中村公園をねこうジョギングして散歩してくれたので、なんかすごい嬉しいなと思って、ありがとうございます。なんか2回目なんですよね。でうちの両親まだ健在なので、兄にもあのリンクを送ってね、中村公園出てるよみたいな、そしたらなんか茂木先生があんまりテレビ出てないので、茂木先生老けだねみたいな茂木先生やっぱりテレビ出てないと、あの一般の僕の名古屋の関係とかテレビばっか見てるんで、多分茂木先生がおじいちゃんになったっていうか、茂木先生そんくらいテレビ出てないんですよね。なんか僕としては別に老けてないと思うんですけどね、あのっていう感じですね。あとまあ大学とか高校入学とか中学もね決まって、部活、あのスポーツ部活チャンネルサイトっていう運営してるんですけど、ぜひねあの運動部入ってください。あのコロナまあこのまま続くしあれですけど、免疫力を高めれば絶対いいんです、若い人。あとねやっぱりスマホ、脱スマホ、スマホやってもいいですよ、僕もスマホ大好きですし、だけどそのと運動をするっていうかね、手足の、僕たち血が通った人間じゃないですか、それを生かしてあげるっていうかね、あのスペックがあるわけじゃないですか、それをこう脳だったり足だったり指先だったりね、その全部こうメンテナンスしてくるっていうかね、そのために運動した方がいい。別はね運動苦手でもいいんですよ、スポーツやってほしいなと思います。何でもいいです、運動かけね、散歩でもいいですし、はいですね。そうですね、あとフィンランドがちょっと僕のあのフィンランドとねちょっと提携を結んでいるんですけど、私の会社というか私個人も、ロシアがねもうフィンランドとスウェーデンもね、なんなら侵攻するぞみたいなことを脅しでかけて、まあ、フィンランドっていうのはもう長い間ソ連とねソビエト連邦の時にこう戦ってきたので、まあ、今女性の首相ですしね、あのちょっと怖いなと脅かされて、あの陸続いてるんで、フィンランドとあのロシアというのはくっついてるので、いつでもね侵攻されるかもしれないというとこですよね。あの、まあ、プーチンさんに対してなんですけど、まあ、その柔道をやっていた、僕東海大学出身で東海大の実は卒業して職員もやってたんですけど、まあ、あの柔道がねすごい強いんですけどね、山下 JOC 会長で柔道 の黒帯を剥奪したっていうね話があったんですけど、まあそのやっぱりねその人種が違うと文化も違って、あと
家族形態も違うんですよね。あの家族に対する形っていうかね、でそういうのをやっぱり理解した上でその国交とか政治とかあとやんないとダメかなって、日本人は日本人の感覚で、東京人は東京人の感覚、大阪人は、まあ、東京はグローバルだし全国から来てるんだけど、名古屋は名古屋、大阪は大阪、福岡は福岡みたいな感じで、なんかやっぱその土地土地のやっぱり特性ってやっぱあって、圧倒的にあって、土地柄ってやっぱそういうのを理解して、こっちも説明して理解してこう会話をしていくっていうことがやっぱり大切で、リスペクトで、まあ、今回暴君っていうかね、こうプーチンのもう一存でめちゃくちゃなことになってるんだけど、やっぱりそれにはやっぱ NATO だったり、まあでもなんか病気でちょっとアルツハイマーなのかなっていう噂も、僕も思ってたんだけど、そういう噂もね、アメリカのね国防総省がなんか言ってたみたいですけど、今朝のあのニュースみたいなね。だからプーチンさんが本当気が狂ってる状態ならば、本当に彼を暗殺しなきゃいけないし、まあそういうのができないと思いますけどね。ロシア内でもね、平和を願っている方とかいるので、まあ、新しいそういう党首というかね、リーダーがロシアでも現れる、革命家がことを願うんですけど、やっぱり圧倒的なこうね力でねじ伏せてた政権ですし、まあ、彼がこう衰えるのを待つしかないというかね、まあ本当にあのウクライナの人はね、戦ってるんですけど、もう僕はの個人的な意見だけど、なんかウクライナが前線してるぜ、まだキエフは落ちてないぜって言ってるんだけど、やっぱりそのいくら武器をね、欧米西ヨーロッパ諸外国からもらっても、やっぱロシアの規模には勝てないので、抵抗してもいいんですけど、長く続く戦争はやっぱり死者ををもたらすので、結果ねウクライナが勝ったとしても、やっぱ長期戦だと弱者がねやっぱり痛手を被るというかね、なのでやっぱりそのトップとトップが話し合ってですとか、もう本当に国外にとりあえず女性や子供やね、国外にとりあえず逃げてほしいと思います。戦うっていうのはね、僕は何て言うんですか、もう人生いろいろ終えてもうやりたいことやったって人が戦うならいいけど、まだ未来のある子供とか女性とか、まだやり残したことがある人たちとかはそんな戦っちゃダメだし、だと思いますよね。そのもしロシア化しても、個人的なウクライナ人もなんかいろいろ日本とかに来れるわけであって、その戦争喧嘩するとやっぱり傷を負うので、やっぱりでも人間ってこれを繰り返してるのですよね。もう2022年になっても人間がね宇宙と戦ってんかなと思ったら、国内で戦ってるんですよね、人を殺し合ってね。まあ、動物ってそういう宿命なのかなと思うんですけど、やっぱりその知能の高い人間がこんだけ増えたっていうのは、やっぱりそういう動物同士だと争ったりね、こう捕食されたりするんですけど、人間はやっぱそれで生き延びたっていう、まあ、本能的なものなんですかね。本当にこう不思議というか、そのロシアプーチンさんも普通に教育を受けてきてると思うんですけど、軍事上がりだとはいえね、なんでそういう風になっちゃうのかっていうのが、やっぱり高齢だとカッとなりやすくなるんですよ、年取ると。まあ、僕もそういった面ではあるかもしれないし、まあ、ただそれをね核王を使ってとかね、ちょっともう世界が滅亡するみたいなレベルなので、だからもうちょっとそのアメリカ、ドイツ、フランスもそのロシアを多少こうプーチンを持ち上げつつも、こう穏便にね、こうやっぱり国が違うと育ちも違うとやっぱ考え方違うので、どうしようもないんですよね。どっかお互いに譲るしかないの で金が持ってるやつが強いみたいな社会にもなってるけど、そうでもないんですよね。やっぱりその本当にね、田舎とかではね現状で十分贅沢だと、これ以上贅沢したくないっていう人本当にいっぱいいて、タワマンに住みたいっていう人もいれば、普通に
家族円満だし、娘も可愛いし、犬も可愛いし、別に食えていければ十分楽しいっていう人本当いっぱいいるので、そのお金持ちが偉いっていうのが、まあ偏差値教育もそうですけど、そういうのがなんかちょっとやっぱ間違ってるってとこをやっぱり見直さなきゃいけないっていうかね、哲学ですよね。なのでまあその今後もね、そのまあベラルーシとかね、いろいろまだ問題ありますけど、その東欧、まあ、西ヨーロッパだけ発達してきたんだけど、東欧とかロシアとかあっちのヨーロッパに関しても僕たちはもうちょっとね勉強しなきゃいけないなとは思います。全然ロシアを正当化してるわけじゃないんですけど、ロシア側の考えっていうかね、そういうのはね結構今回いろいろ学んだことが多いの で、日本は特にロシアと、僕たちはね西洋じゃないので、もう認識としてね、アメリカ、イギリス留学バイリンガルね、いっぱいいるけど、僕たちはね西洋じゃないです、アジア人なんですよ。それをね本当に認識した方がいいので、北海道はねロシアでつながってますし、やっぱりちょっと陸がちょっとつながってるってことは何かこうグラデーションがあるので、そこでうまくこう取っていくというかね、僕たちの島国の逆に良さもあると思うので、はい、あと中国の台湾もねちょっと本当緊迫しているので、本当にどうなるかわからない世の中ですけど、まあ、とはいえね、僕たちの性格もあるし、生活もあるし、目標もあるし、隣人もね愛して、いつ終わってもいいように人生がね本当に一生懸命頑張っていきましょう。健康には注意して、頑張っていきましょう。それではバイ。